奴隷に裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰が我らの定め、そこに選択の余地などない。それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならん。俺たちだな。それで裏で暗躍し、全てはこのメナンシアを。レナとダナ、支配者と。黙れ。何が正しい。兄は、兄さんは真剣に誰も傷つかずに住む世界を夢見ていた。代わりにお前はあの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。また消えた。耳を澄まして目を凝らすんだ。止める。攻める。行くぞ。振り飛ぶ。交流連結。攻撃に出る。まとめてくれ。先行。かける。ハートレスパーク。攻撃に出る。さない。食べよう。攻撃に出る。今かかりよ。めったと全風が受ける。そこから殴る。殴る。援護する。何かを叫び。攻める。何が始まる。当てないよ。準備は整え。
バッテンデン
れ奴隷風情が。スルドに取って代わる望みもこれまでだ。取って代わる？バカな。スルドの資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、スルドは他にもいる。他にも？それは…それでガテンが言った。デュオハリム、今までどこにいたんだ？後始末だ。ケルザレだ。もう作ることはできない。エルガイの果実、生産施設まで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、タリオの差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびのスルドブリガは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもってスルドとしての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。結局この国、あれはダナ人たちがケルザレクの手の者を破…ダナ人たちがレナ…中心はダナのコノエ兵と共存派の…あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどう…そして今はそれを力を合わ…だとしてもそれはもう彼ら自身のもの。どこへ？スルドブリガを…そして二度と繰り返させない。スルドブリガはダナだ。レネギスやレナ本国ともことを構…承知の上だ。この夢…まやかしを本物に。筋は通っているわ。だったら俺たちと一緒にや。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦って。やることが同じなら、ダナの解放者とレナのスルドは協力。面白いことを客に招き返されれば応じるのはレ。回りくどい。おい、ことが進んで考えたら私たちにしてもまだ倒す。今さら彼女に危険があるとは思えない。それはそうだな。彼女に関して。分かった、できれば挨拶くらいしたい。キサラはこれからどうするんだろう。いろいろあったからな。キサラ、まさかケル。彼女はミキューダに託された。きっといろいろ。
がいるの？君たちはシスロディアから来たのだったな。ならば来る時の門ではなく南の門に向かいたまえ。いつの間にかいなくなってたの。これからこの国、本当に結局この国にも壁はあった。だがそれに口出すべき、まあある。じゃあ金さんの猫のこと任せたわよ。ええ、彼の分まで。来たようだな。ザーレの世話をお願い。俺たちを見送りに来たのか。もう一人道連れはいらないかと思ってな。え？構わないが、ただそれも考えた。兄さんが死んだ後、共存の夢によって私たちが救う。私の過ちは与えられた理想、それが私の罪。ミキウダのこと。そうかもしれない。多分それは与えら、だから俺たち。そうだ、君は私を殺したいものだ。あなたには感謝しています。ですがもう使えることもしません。どうかあなたも、あなたを信じた者、ティオハリム。わかった。なんかいきなりミハグサール。サラの盾ってあんなに大きいのに。そうか、でもあれ守るか。だからお前たち。私は別に必要ないわ。頼むつ。それで構わない。私が守るのは頼あなたもです。私も。あなたの目的は私のそれと重なります。俺も守られっぱなしになる気はないが、改めてよろしく頼む。ああ、結局何って。そりゃ鋭に挑んでも逃げ切れ。いや、けくす考え。ああ、鋭ぶりがはレナの至上命だ。彼にとってはそれがひどく衝撃だったのだ。何度も言う理念あ。泣き言なシオン。いや、あ、近い。待った。よし、ええ、うん、ロキ、うわ、こぼえる。何やれ。
しうまかったな。じいさんが必死になるのも分かったぜ。気づくのが遅いのよ、シオン。とりあえず口についたソースを拭こう。ミハグサール、五両もいよいよ四つ目ね。次はどんな鋭が待ち受けてる。どんなやつだろうと立ちはだかるならぶっ倒すだけだぜ。何かに使えそうだな。水中に何かいるぞ。こんなとこ。ああ、世話に。子供の頃の私は泳ぐには、あの頃は魚、それは難しい。糸に、え、
かからないか。と、はあ、キサラ、ああ時間もかか、獲物がかかるの兄さんに聞いた話だ。大事、もちろん。なるほど、試し食べることにつもちろん時間のあると。ああ、おう、改めて治癒術とはすごいものだな。褒めても何も出ないわよ。な、うん、あの二人さっきからずっと、やっぱり気まずい。気まずいな、こっちだっての。そう思うなら行ってみ。俺がなぜ並んで歩くの。単刀直入に。私とキサラの。気づいてなかったの。ヴィスキントを出てからほとんどそう、習慣だろうな。近衛兵だったな。護衛とは必ずしも、とはいえ彼らの指摘も。それが習慣で本人が違和感ないっていうなら。でも使えてないのに。そうだな、いろいろなことが変わってしまって、少し考えてみた。もちろんだ。だからそうやっていちいち、やはりどうして時々敵にも、あなたのように厄介だよな。あっちが攻撃してきて避けられないようにしたいという見切りが。私は少しばかり地に属するものを知っ、大地を覆い根を張る者たち。あ、地面からよくわかるな。けど避け、承知した。なんだ、ジロジロ見て。キサラの鎧は近衛の制服なのよね。そうだな、自分用にいろいろと調整してあるが。背中大胆。近衛たる者、決して敵に背は見せんという覚悟の表れだ。その分軽いし手入れも楽だしな。ふん、ティオハリムはどう思ってるの。服装についてはおのおのに任せている。ローは。え、なんで俺に聞くんだよ。待たせたな、うんと。キサラ、少し話をしたい。盾の手入れか。近衛兵になったばかりのキサラと話す。他に身寄りもない二人きりの兄弟だから。近衛兵団に入った時もラギル。そうだ、キサラは理想を信じ
実を言えばそれ妹それだけじゃない。私が眠ったと思って家を抜くよくし寝たふりをしていい機会だ。長い話。見張りは任せておけ。忘れ物はないか。雰囲気が変わった。油断するな。面倒そうな相手ね。こうも飛び回られてはな。分かってます。どうぞ。攻撃は私に任せて。宿りに人は私に任せて。熱風旋風がやれると。いてつく氷の闇を。やれる。ドラゴラ剣決めて。終わりよ。全力展開。いっけー。これで光をくらめる。強くいって。くだめろ。これでみんなの力になれるかな。よし。私の術からは逃れられんぞ。動きが鈍ればこっちのものだ。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かった。早速お役に。どうした。どうやら思わぬし。なんだ。ガラクタとはご挨拶だ。リメル。ああ、レナが攻めてきたせいで。それをレナの私。別に。ただレナでもなき。ティオハリムも興味があるのか。惹かれる。作ったものの思い辿ったれ。だが。ああ。どうして。んなこと言われたってよ。そうでもない。こうしてそういうものか。言われな響きか。そうです。
そういえば、お前たちはコアをつけていないのだな。俺は親が二人とも抵抗組織。私もずっと隠れて。アルフェンは？俺はよくわからん。仮面のことといい、レナ、そういうキサラはどうしたんだ？いや、共存派のレナ人に腕のいい医師がいてな。それも共存。修霊期は止まったし、急ぐ理由はなく。変に思われるかもしれないが、それにしても険しい。もともと理由、それにもし整備するとなれば、何かを求めるなら誰もそれを引き。ずっと作るのがダナで使う。なる。必要とするものが自ら作る。とはいえ、ここのように危険を伴う場合もある。誰かが代わりに何とかしてくれる。そうだ。そして私が言うのもなんだが、君確かにカラグリアでも だからといって。何？いや、決め
れてネットの動きを止める。息の根止める。ここのところ運がいいな。坂ばっかり、足に豆できそう。山の道だからな、慣れてないときついはず。そういうキサラは慣れっこなの？ああ、訓練でよく駆け上がったり降りたりしてた。さすが軍人。これはいい武器の素材になるぞ。
に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。やれるわ。これでいける。精度が上がったわ。ここなら二滝できそうだな。なんつうかすごくしやすい国だな。生き物や植物も豊かね。ゆっくり休んでくれ。よし、行こうか。雰囲気。変わった。油断するな。
が振り切られてやったところで、こうも飛び回らんじゃな。分かってる、私の敵の術は私が奪うよ。頼りにしてるぜ。凍てつく氷の槍よ、振り切るわ。上発しよう、圧かないわ。強そうな武具だね。ここにもダナの遺跡だ。昔の戦ってないよ。闇に沈みやれるわ。闇に止めるよ。その私に任せてない。宿ってその宿で止め闇に沈みよ。状況が逆転したら敵はバスか押し切るわよ。氷の槍を待って、フリーズラウンド、さらに打ち込む、さらに打ち込む、逃げるぞ、宿って寝る、見えた、さらに打ち込む、行こうよ、さらに打ち込む、宿って闇に沈みなさい、終わりよ、闇に沈みなさい、この爪に出来たぞ、やれるぞ、今だよ。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。
ちょっとした大事だ。なら任せて。左側攻める。闇に打ち込みなさい。まとめて回復するわよ。全集団ハートアイスパーク。倒れてからじゃ遅いの。あれ治癒の必要。ファーストエイドの成長が私なら落とせるわ。勝利の守りしたいかと思ったけど、脅威を排除して守っている。攻撃の最大の防御。なら待てて。燃えろ。やれるわ。浴びさせてみよう。終わりだ。浴びさせるんだ。止めるぞ。この弾丸で。はい、どかせ。隙だらけね。終わりだ。これだ。な、灼熱の。バーンストライク。精度が上がったわ。合わせれば何倍もの力になるわ。無事か。なんだここ。昔の家かなんか。なんだろう。そういうのじゃなくて、多分何かを祀ったりしてた場所だと思う。神様かなんかの家。まだ上を目指す。
我が術で貴様の瞬足を封じよう。いや、しばらく行った方が正しい。いいから早くして。やらせない。治癒の術よ。傷を治すわ。成果が出ている。これで戦力増強だな。さあ行くぞ。ワークトエンド。攻める。ここ終わりよ。闇に沈みなさい。死ぬの必要。ラストエイド。必要なオスは後がないよ。まとめて回復するわよ。バラバラにしてやる。向かって行くわよ。もらった。闇に沈みなさい。次はこっちを手伝うぞ。ありがとう。お願い。この波切り開く。はっ、現状開やめ。振られた。攻めろ。どういうこと。行くわよ。さらに薄く倒れろ。闇に沈みなさい。振られた。今だよ。ピュアハリム。セレスク。なんとか勝てたね。この調子で進んでいこう。うん、無理せず油断せず。ヒオハリムとドーム、そのことだが、いや、家来として使えるという意味ではない。私はずっと誰かを守ることを結果的にやることは同じか。お前たちとどう付き合っていくかについても。俺たちと。私のこの旅の目的は、そのために仲間に加えてくれたのは感謝。別に気にしなくていいさ。いや、
それでは私が。と、悪い。なんか妙に。そういえば、お前たちは。どうって、適当に手に入ったものを食べて。好きなものを食べられるのは幸せなこと。なあ、いや、当たり前。なるほど。まあ。わかった。お前たちが健康でいられるよう、だって、よっ。何か？いや、あんたの。そういうことじゃなくて。私の？まさか料理。リンメル、それは。心配せずとも、戦力としては存分に働く。別に疑ってなんかない。ただ、あまり期待しないでもらいたい。おの。考え込ん。いや、君たちの礼儀作法について。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの武作法ぶりは率直すぎるだろう。っていうかそれ、私からすると武作法は。そう言われても。ああそうそう、君らと同じダナ人でも、この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。俺もメナンシアを。そうだそうだ、他の国。確かに君たち対等を装いながら、私は。な、いや、以後は気をつけるとし。それはそれとして、礼儀作法を覚える。遠慮しておくよ。そうか、まずはこの意識を改めるとこ。諦めないの。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした？まだいけるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、キサラまで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦、ミズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても、他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休めといい。な、ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は。あいつ。何者だ。探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ、なぜ戦う。お前は誰なんだ。サンダーブレイドじゃ負けないよ。アンズトラブラケ、ハーベスト、強くなるよ。そんなふうこの前に立つ。ふっ、ほら、ひらびたすべきよ。な、何なんだお前は。普通じゃないよ。なんという動きだ。ツルドも量が狂っている。もう俺が絶好の機会だぜ。ここで決めてやる。魔人剣、魔人剣、ほら、マジック光の力を力だって呼び戻す。やっとこので。どういうと、レンジェフ、まとめて返ってたらいいよ。ほら、死の力を呼び戻す。コラボラケ準備完了。マジック行くわよ。
叫び宿りて番組は終わらない。油断したな。仕掛けまだ終わらないよ。何だフレンド仕掛けの前に死ぬぞ獲物か。やるぞ。ヘイあ、これだぜよ。やれるぞ。風の爪切り、ガコン科学がいい。恐竜と楽しい。私が止めるよ。こっちだ。天候早くの前エアスキルルを終わりだ。Ah!
シオン、おい、シオン！アルフェ…シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫。大丈夫だから。なんとか急所外れたみたい。急所ってそっちは。本当に大丈夫だか。なんであんな、あなただって私をか。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに、何でもないわ。ただ俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン？いや…ねえ、あいつまた来るとか…それが賢明だな、シオン。シオン。ええ、治癒術も…けど…本当に大丈夫よ。いや…心配してくれるのはあり…シオンが刺された時、敵はそれを見て退いたようにも見え…光？考えてみれば、炎の剣のことといい、何者。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。そうだった。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。なあ、さっきの戦いで受けた傷、もう。ええ、この通り。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって。私が痩せ我慢しているようにでも見える？あ、俺は痛みを感じない。気遣いは感謝するわ。でもあなた、私だけ過剰に違う。俺はただ、
本当にここなのか。あ、ミハグサールの主婦ニズ。そ、まるで人気がありませんね。ああ、兵士ダナ人どちらも。ねえ、ちょ、ダナの昔話、フクロウと松明で。ダナの、そ、うん、もうこの町はレナに支配。自力でスルドを倒したというのか。誰かいないか探してみよう。ひどいありさまだな。本当に誰もいないのか。壊されたのは。でもそれなら、もし本当、このガレ、どうかな。リンデル、さっきの、うん、炎か。誰か見つけ。デュオハリム、火の始末ちゃんと消しておかないと。なるほど。もう、なんか自分で火を消すってはず。それより上着の留め金が外れかけています。ああ、試したのだが。呆れた。レン、スルドは身の回りのほとんどを世話係が起こっだとしても。確かに同じレナ人でもシオン、私の場合はそうせざるを得なかったというの。うん、まずそうですね、服の世話係。ああ、そういえば羽の生え変わりの時、その抜けた羽を。そんなもん。それで作った枕は最高の寝心地だ。何か、ま、とりあえず身の回りの。動くんじゃない。囲まれているようだな。何者だ、どこから来た。誰だ、姿を見せろ。訪ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。ずいぶん有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。わかった、それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり脅したりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム、会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。
わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。こっちじゃないな。お前がアルフェンか。思ったより細いな。鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領の鋭はよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここの鋭を倒したのか。一体どうやったんだ。ふっ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。鋭を仕留める絶好の機会だ。それでその鋭はどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが泡食って逃げ出しやがった。逃げた鋭は。ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だが皆さん、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭の力を甘く見ないのに。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを。黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせデダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はアンタだ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。
おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。あげくがあの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、鋭の力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。なあおっさん。ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたこと。とりあえず宿泊所に行って。フルル。デダイムのやつ、あれじゃスルドと同じ味方ごと爆薬だが、ダナ人たちはあのむしろ英雄らしいと見ている節すらある。ダナやレナという線引きだ。うん、確かに味方を犠牲にして手にした書。それにダナだから虐げられていいなんてことがないように。レナ人だからって侮辱。私のことなら気にしなくていいわ。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように。そんなのはいや、どうした。デダイムはレナの鋭を追っ払ったけど、その結果があのニズのガレ。レナは強いだが支配者を。ジルファだったらこんなこと。リンウェッ。違うやり方、違う結果、それこそが支配するってことだからだ。親父にどうして欲しかったの。ロウけど変だな。親父とデダイムは違う。今解放されてなおこの街の音色は不安。音色。別に楽器が奏で。あんたはその言っていなかったかね。は、一音から景色を。失礼。いや、ダナの私代々のと言って。どうした。よし。のなあ、おいいぞ。よし。なあ、困っている人がいたら。分かっている。耳を。これで。おお。え。ね。いいぞ。
よし、うん、なんだと。よし、あ、そこ。あ、よし、はい。ところでシオン、代わりと言ってはなんだが、今度レナで流行っている衣服などを教えてくれないだろうか。なら教官と呼んでもらおうかしらね。はい、シオン教官。冗談よ。でも悪くないわね。金槌の音。いいよな。それにしてもあのデダイムって。あいつのことはもういい。どうするったってこの国。私はする。私もす。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限ら。そうだな。私も同感だ。いいのかよ。で、俺たちは壁を壊す。その後のバイフォンが言っていたエストロバの森で。ただ何にしても一息。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。シオン、
ズルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああもちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。ああそのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。感じるぞ、窮した民の思いを。私たちの、うん、ほう、おう、おちょっとうん、確かに謎めいた文章だな。何がなんだか。さっぱりだ。適当にその辺探せばいいんじゃねえの。これってそれぞれが場所を示してるのかな。お前も興味津々かよ。主婦の外も当たり前のように。ヨモの風つミハグサールは風、残るガナスハロス治水花風光闇、闇だけが。やっぱり土地によって集めやすい。それもあるだろうが、自分たちの王を選ぶため。数で劣る我々の同士討ちはとはいえ不干渉が建前に。それで結局追い出されちまってるんじゃ。だとしてもスルドを見つけて問いただせ。あの巨大な輪っかはなんだ。どう行く先々。あれはあれがダナのリン。おかしいと思わない。国によって本来精霊力はそする。なんでそ。だがそれ私もだ。キサラって料理から武器の手入れも。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃね。無か。必要なら教えるぞ。私も裁縫。ああ随分器用な人間。私はいつも。そういえばラギルって髪の手。そんな未級だもさすがに化粧まで。いえ教えてくれようとしました。冗談。未級だをよく知っているのはキサラだけ。本当のところなんて。アルフェン、お前の服少し匂うな。うん、そういえば。よければ洗っておこう。あとで。あ、ローとリンウェルも服。あ、そりゃ戦ってんだから服。シオンも私に触ると危ないわ。そうだったな、すまない。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。よくはない。
服のみ。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には習慣、規則正しさ、潔、そんなに変だっただろうか。善意はわかるけど先。そうか、別に無理をしているつもり。ああ、洗濯物と繕い物は後でまとめて。肩こ、あら、え、ちょっと、え、いや、あ、いい、どうかす、おや、やれや、うん、な、うん、え、お、まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているの。は、さすがと言うべきか。クルルは隠れてて、ふらびたくれよ。闇に沈みなさい。こめ、うっ、さらに見て、氷の槍を倒せるかな。フリーブランド外さないわ。攻撃に行くわよ。終わりよ。闇に沈みなさい。向かって我が術で貴様の瞬足を封じよう。いや、しばらく行った方が正しい。いいから早くして。ルレスデント宿って、これは温存。さらに打ち込む。終わらないよ。フラビタス、エアスラスト。闇に沈みなさい。ドレスデント、こっちは終わりですよ。敵に乱れが見えた。なんとかいけそうだな。今だよ。極みせるなよ。ジェネスク、なんだろうこれ。ふるっ、ふるー。街の外、さらにひどいありさまだ。家も何もかもめちゃめちゃだ。鋭に勝つためとはいえ、おう、ほらほう、ほら、おう、ほらほう、くる。森もにぎわってきたかな。レナ人は利用しなかったか。精霊力を集めるのに都合が悪かったから。今の主婦は皆それを基準に場所を定めている。それにレナはダナのものを使いたがらないからだよ。ではないか。こうも振り回られてはな。分かってるわ。
無理せず油断せず。ぶりだろうか。この辺はやけに大物が多いな。水場もあるし、餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのか。本当にあるようだな。容赦しないわよ。闇に沈みなさい。ラビサスレギオ、おかげでまだ戦いそうだ。前線はそのもんだ。ああ、
任せておけ。キズナは純粋なためにしっかりしてくれ。みんな離れて止めておく。するとしまた現代の殺しだ。俺の炎が放つ。まとめて片付ける。ほわ成功。自由の実力を宿ってフラビザプレギオいけるぞ。外さないわ。いけるぞ。どういうぞ。長くがいい。やめろ。まだ傷を治すぞ。上発しろ。ファーストエイド自由の実力ファーストエイド燃え盛る炎の竜巻を。治癒の術よファーストエイド。まとめて回復するわよ。まとめて片付ける。ほわ成功。拡大壁まとめて回復するわよ。ハートリフト。この先の先に、この先倒れないように早くがいい。やめろ。君の敵にそこ止めておく。あの突進致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。向かって闇に沈みなさい。とことん使ってやる。まとめて回復するわよ。無事に置きやろうか。死の力が呼び戻す。この波に負けてられない。傷を治す。任せたまえ。ファーストエイド。私としたことが死の力だって呼び戻す。調子がおかしい。本当におかしくなってるわよ。そうか。傷を治すわ。ファーストエイド治癒の術よ。ファーストエイド傷を治すわ。ファーストエイド治癒の術よ。ファーストエイド傷を治すわ。向かってだって私の手が必要か。お仲間負けてられない。私としたことが闇に沈みなさい。まとめて片付ける。成功。拡大壁治癒の術。マルティス、ゴラゴラケ倒れろ。ファーストエイド。これで行くよ。なんでエトラの炎の竜巻を下げろ。フレアリエード。アルペン、これで終わりだ。精度が上がったわ。そろそろ牧場の動物たちが育ったかもな。
何かね、ジロジロと見て。シオン恒例の衣装審査だ。これがスルドの服。さすがとしか言いようがないわ。質の良さが一目でわかる。シオンにそこまで言わせるとは。指輪の数もすごいな。かつてのもらい物でね、安物だとは言っていたが。安物っていくらくらいなんだ。10万だったか20万だったか。10万って、俺の狼が10ガルドだから1000匹分。1万匹だよ。ディオハリモを売ったら豪邸が建つんじゃね。ひとまず食べ物に困ることはなさそうね。君たちは盗賊団か何かなのか。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。ああ、なんかキサラなんだかんだ。やっぱりそういうつもりはないのだがな。ほらロ、お前の服。ああ、悪い。ひょっとして好きというか、していないと落ち着く。昔は兄さんと、兄さんは何でも教えて。あなたももう鋭でないというなら当然の。面目ない。私もそうさ、ずっと鋭として同じレナ人に。まあレナ人だもんな。それでいい。君たちの態度に接するた戸惑い。私が真の理想から共存を言い、戸惑いは私にその都度。心配しなくても。なんだか部下っていうより。どうしたんだキサラ。いや、ああそういえば先日半分以上の金。半？思いがけずずっとその手も。それ？うん、失われた古代我々レナがダナの文化。腹の足しに。それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。こうしたものは機を逃すと。ティオハリム、そのくらい私だ。知っているだけではなく、あなた一人の財布ではなく。あ、いや、アルフェンは。はい。浪費も倹約も。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから。ああ、だったらティオハリムは地のマスター。ああ、だってマスターコアには300年資格を得たもの、つまりスルドにしかって。シオンの体に埋め込まれていることと関係ある。でも君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、先達がもたらしたこれは我が罪の証。ああ、それでもあんたはレナもダナも等しく血を流し。今さら。キサラ、少し話をしたい。この前は昔。あ、いいさ。そう言ってもらえるとありがたい。その点は納得だ。うん、なあアルフ、どうだったか。前のスルドの時代に私は実のない。キサラもティオ300年続いた。見張りは任せておけ。忘れ物はないか。なんだったらそのままでも結構よ。うわ、待って、食べないで。
こは抜かせ。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ねえ。キヨ頼めるか。ええ任せて。やらせない。動きを封じてやろう。今だよ。キヨハリム、この弾丸で相手を勝つ。相手も術を使うか。切り開く。はっ現象かい。相手に寄せつけないのね。近づかれたくないか。どうにも。ファーストエイド。傷を治す。ファーストエイド。目の前の必要。ファーストエイド。傷を治す。ファーストエイド。ないから。チームの必要。まとめて片付ける。はあ。成功。上がったかな。そうでないと困るわ。ああ答えてみせるさ。不思議な力を感じるな。
そろそろ。牧場の動物たちが育ったかも。魚影、今見えただろ。おー、よしよし。そういえば、え、初めて。私も昔ダナを守りたいという人々の願いを聞いた黒いフクロウは、その炎で悪い王様を退治して英雄になった若者は、レナが来るまでは私たちが忘れてしまった。けどさ、炎で悪い、よしてくれ。それに悪い王様をやっつけられたら、フル、シオン、少しいいか。そろそろ休みましょう。先を急ぐわよ。